福、開花メルマガ。2019年11月9日。お楽しみ様です。一般社団法人、開花 GPE、グローバルピースエデュケーション、村松大輔です。本日も皆さんが最高の自分を発揮し、素晴らしい一日となるよう、開花より応援しています。本日の開花メッセージ。自分を大切にすることと、わがままでいることの違い。 ここの違いは何でしょうか例えば、上司から何か頼まれました。でも、あなたの中で、これっておかしくない会社の趣旨から外れてないと思った時。他にも、旦那さんの奥さんの態度に感情的に怒りや苛立ちが出た時に、どなっていいものだか。相手の嫌がらせがひどくて、その人からのラインをブロックしちゃうとか。 これらのこと自分を大切にすることとわがままでいることこの違いであなたの周りのフィールドに広げている波が大切にすることを広げているのかわがままを広げているのかで返ってくる波が全然違いますわがままは1自分の感情を 他の人や物にぶつけていること、〇に自分の心を拾っていない、ねぎらっていない、さん、結果、外へ出した感情が、出来事が自分に返ってくる。量子レベルで見てみると、自分のゼロポイントフィールドのところで消化しないで、苛立ちフォトンを外へ広げているだけ。それに対して、 自分を大切にするは、丸一自分の感情を味わう。丸二自分の心を拾ってねぎらい、そこを一番尊重する。丸三結果、外へ出した大切にするヘルツが自分に返ってくる。量子レベルで見てみると、自分のゼロポイントフィールドのところで、 苛立ちフォトンの振動数が高まり、ゼロポイントフィールド側が溢れ出るようになる。図で言うと下の感じです。わがままの場合、雲の下の目に見えている世界だけで、苛立ちなどの感情をぐるぐる周りへ広げ、自分が住んでいる環境を苛立ちの海にしています。 自分を大切にするの場合自分の内側の声を拾ってねぎらいをかけることでゼロポイントフィールド側の愛が広がりその苛立ちが振動数を上げてくれます。なので具体的に上司から理不尽なことを頼まれた旦那さん奥さん子供にイラッときたその時にどうすればいいか まず自分の心を拾いますそうされたら言われたら嫌だよねそれだけで自分にねぎらいヘルツがかかるので苛立ちヘルツはかなり薄くなります丸にもし伝えられる関係であれば批判のヘルツではなく嫌みのヘルツではなく前向きにより 愛を拡大させるヘルツ。でもっとこうしてみてはどうでしょうか。お互いにこうやってみないと伝えてみる。そして仕事内容や出来事を変えてみる。丸さん、伝えられない関係であれば、次回は伝えようと意図しながら、ここまでこうやって自分の心を拾えた私偉いよねとねぎらう。 自分の心の声を拾いながら、その仕事を、出来事をやらないのではなく、こんな中でよくやっているよね、とねぎらいながら行動する。ここでもし、心の声を拾ったらやりたくない、だからやらない、というものがあり、そこの心を大切にするのであれば、誰か、公認者にそのことを依頼する。 頼む説明するこういうことをしっかりとすることやりたくないからやらないだとそのヘルツを周りへ広げるのであなたに返ってくる波はやりたくないからやらないという波が返ってきますこれは地に足がついていないてなただのスピ系です自分で自分の環境を悪くしてただスピに逃げているだけの人です 全然人間が深まりまりせんだからしっかりと責任を取ることも自分を大切にすることになりますよ。ここを吐き違えないでくださいね。するとどんどんあなたの心がほぐれてあなたの周りに優しいヘルツが広がりそのヘルツが帰ってきます。周りからも大切にするヘルツ が帰ってきますよいつも最後までお聴きくださりありがとうございます。では皆さんにとって最高素晴らしい一日となりますように。